夏のある日、私のもとへと差出人不明のラブレターが届けられました。かごめ精神女学院。それはさながら、少女たちの花園、子羊たちの楽園。独特の空気は、周囲の緑と混じり合って、学院を囲う幕となります。過去に取り残されたかのような、閉じた世界で送られたその手紙は、果たして本気の恋なのか、それとも、ただのいたずらなのか。そして私、椿四十九は、その差出人を探るため、友人たちと共に捜査に乗り出すのですが、FTW ボイスドラマ、四十九のために、近日公開予定。